皆さんこんにちは。今日は東武の夜行列車、東武スノーパル2355に乗ってきたので、そちらのご紹介です。こちら始発駅の浅草駅です。23時を過ぎていますので、人通りのまばらです。東京スカイツリーができた時に浅草駅改装されていて、もともとあったですね、外壁を外してですね、作られた当時のものに再現されています。大階段の手前の案内表示も23時55分スノーパルと出ています。スノーパルですが、スキースノーボード専用列車ということで団体扱いになっています。ですので、スノーパルだけのですね、単独の切符は売っておらずに、福島県の大倉スキー場または高津江スキー場のリフト券とセットになっていると、しかも往復ということになっています。今日僕は大倉スキー場の方にスノーボードに行こうと思います。高津江スキー場の方は何回か行ったことがあるんですが、大倉スキー場の方は行くのは初めてです。ちょっと楽しみにしています。こちらエスカレーターを上がってきて正面改札です。案内表示の下に臨時列車スノーパル2355公表運転中とあります。今日はこちらの特急リバティに乗って会津高原尾瀬口駅に向かって行きます。スノーパル何回か乗ったことがあるんですが、リバティを使ったですね、こちらのものに乗るのは初めてです。僕が乗ってたのはですね、300系とか350系とか、昔急行両毛号に使っていた車両を改装したもの、今でもですね走っていますけれども、そちらに乗ってですね行ってました。300系も350系もですね、リクライニングをしないので結構ですね大変というか寝不足気味だったんですけれども、リバティはですねさすがにリクライニングはしますので、ちょっと楽しみにしています。ですが、300系は6両、350系は4両でしたが、こちらのリバティはですね3両編成ということで、ちょっとですね寂しい感じはします。3両編成ですが、私板がですねあります。東武浅草駅、このようにですね前方急カーブになっておりますので、特急ホームにはですね私板をしています。スキースノーボード専用列車、私鉄ではもちろんこのスノーパルだけですが、JR もですね、ガーラ湯沢に行く新幹線以外はもうないんじゃないかなというように思います。早速ですが、車内に乗っていきます。こちら右側、荷物置き場ありまして、普通のですね、特急リバティですね。お客さん今、左の方に1人いらっしゃいましたが、浅草からはですね、それほど乗り込んでいないという感じです。こちら1号車ですが、2号車も行ってみましょう。2号車、1号車と違って荷物置き場ありませんでしたので、シートをですね一部荷物置き場にしています。これは300系、350系もですねこうでした。側面、会津高原尾瀬口行き、スノーパル座席指定と書いてあります。浅草駅、ちょっとうろうろしたんですけれども、スキースノーボードのお客さん以外ですね、明らかに鉄道ファンの方っていうのもいらしてですね、この方スキーとかスノーボードとかするのかなと思いながら見ていました。駅名表示の下にですね、懐かしいというか今走っていますけれども、6050系ですとか300系、350系の写真がありました。今乗っておきたい東武電車6050型と見るとですね、もう6050系ももう最後かなというように思います。僕は6050系大好きなんですけれども、すごく寂しい感じはします。それではスノーパル2355会津高原尾瀬口行き出発です。浅草駅ですが、すぐに隅田川の鉄橋を渡るということで、駅を出るとですね、右に急カーブを切っていきます。ですので、この列車ですね、この列車に限らずほとんどすべての列車がですね、非常にのんびりした速度で隅田川に向かっていきます。もう夜も遅い23時ですので、向こう側ですね、北春日部行きいますけれども、お客さんまばらです。浅草の街もライトがついていますけれども、人はまばらです。で、こちらの道路を過ぎて雑居ビルの裏手を回るとですね、隅田川になります。お待たせいたしました。東武鉄道をご利用くださいましてありがとうございます。
この列車はスキー・スノーボード専用夜行列車、伊豆高原午前行き行きでございます。途中北千住、新越谷、春日部に停まります。ただいま空いてるお席は途中の北千住、新越谷、春日部から乗車されるお客様がおりますので、座席の移動等はご遠慮くださいますようご協力をお願いいたします。この列車のお手洗いは2号車にございます。浅草駅を出た時点でお客さんの入りはですね、2割いくかいかないぐらいかなと思って、結構ですね、まあ、大変かなと思ったんですけれども、北千住、新越谷、春日部と結構お客さん乗ってきてですね、まあ、大体半分ぐらいの乗車率かなというように思いました。僕はですね、一人で行ったんですけども、隣の席もですね、確保できますプランだったので、まあ、一人でですね、座ってのんびり向かいました。列車は隅田川を渡って東京スカイツリーを過ぎて北千住に行きます。こちら北千住駅に入ってきました。このスノーバルですが団体臨時列車ということで、北千住駅はですね、普通のこちらの旅客ホームではなくて特急専用ホーム、そちらにですね、停車をするということで、この辺りずっとですね、通過をしていきます。向かい側に北千住止まりの列車が車庫に向かって走って行きます。はい、こちらからですね、特急専用ホーム、壁の色がスペーシアカラーに塗られています。結構見てご覧の通りですね、お客さんはそこそこいらっしゃるという感じです。スノーパル号北千住駅を出発です。スノーパルのお客さんの層ですが、20代の人はですね、まあ、2人から4人ぐらいのグループというのが多い感じです。あとはカップルの方ですとか、あとはある程度ですね、年がいった方は1人という方も見受けられました。あと、あの鉄道ファンの方もいらっしゃってですね、この列車会津高原尾瀬口駅1時間ぐらい待つと下今井地域のですね、列車に乗れますので、そのままトンボ帰りというのも可能です。特別のご利用くださいましてありがとうございます。この列車は座席指定のスキー・スノーボード専用夜行列車、会津高原尾瀬口行きの場です。お手持ちの通告券をお確かめの上ご乗車ください。電車前から1号車、2号車、3号車車両番号は通路の上、座席番号は網棚のところに表示してありますので、お間違いございませんようご注意ください。ただいま空いてるお席はその先の停車駅よりご乗車されます。座席の移動等はご遠慮くださいますようご協力をお願いいたします。列車は荒川を渡って小菅駅を過ぎて新越谷駅に向かって走って行きます。列車は新越谷駅に入ってきました。新越谷駅、しばらく来てない間にですね、ホームドアがついた感じです。北千住につけるのが先だろうと思いますけれども、ついています。こちら新越谷駅ですけれども、他のですね、特急列車、あと昔のですね、急行とか快速急行とか料金を取る列車、いろいろありますけれども、料金取る列車でですね、この新越谷駅に停車するのはこのスノーバルだけです。新越谷駅を発車して次の停車駅は春日部になります。春日部までの間でですね、寝てしまっていたので、春日部駅のですね、風景はすいません、割愛させていただきます。列車はこの後会津高原尾瀬口に向かって走っていきます。こちら東武鬼怒川線の終点、新藤原駅です。新藤原駅、鬼怒川線の終点かつ野岸鉄道の始発駅です。こちらの駅でスノーパル号を2時間ほど停車します。だいたい午前2時から午前4時ぐらいまで停車しています。その間外に出ることができます。こちら栃木県ですけれども、昨日結構雪が降ってますので、ホーム上も雪があります。というかですね、非常に寒くって早々にですね、撤退しました。
こちら終点会津高原尾瀬口駅です。リバティも回送表示になっています。先ほど左側ですけれども6050系見えてましたが、あれが4月の下今井地域です。ホームかなり雪が積もっています。こちらの駅で下車してバスに乗り換えて行きます。すいません、なんか画面がぐるぐるしていますが、ちょっと寝ぼけている感じですね。この駅冬場に何回も来てますけれども、ここまで積もっているのはですね、なかなかないなという感じです。今となっては珍しい構内踏切を渡って会津高原大瀬口の駅舎の中に入って行きます。はい、こちらが駅舎になります。尾瀬口という名前なんですけども、バスはですね、尾瀬の日の江股に行くのも日に2本しかないですね。こちらが乗っていく会津バス、左手に3本見えてましたが、あちらが高槻行き、僕が乗るですね大倉行きは会津バス1本です。こちらやってきました会津高原大倉スキー場です。着いた時はですね、薄暗くてすごく寒かったんですが、日が出てきた時にですね、きちんと動画を撮りました。この日ですが風が強かったんですけども、天気はですね、まあまあな感じですね。この時晴れてましたが、午後は曇っていました。スノーパル朝食付きで、こちらがその朝食です。ご飯とパンが乗っかっててですね、ちょっとこれ盛りすぎだろうという感じですが食べました。こちらポスターですけども、下にあるですね、早朝特急というのもあります。3000円くれるということです。この日は5個まで目いっぱい滑りました。ちょっとだけですが滑ってる時の画像です。スマホで写しているので、ちょっとですね、画面が揺れていて画面酔いしそうなので、この辺でやめときます。この後バスに乗って駅に戻って列車に乗って帰りました。以上、スノーパルの旅のご報告でした。ご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。